こんにちは、柴田です。今日はスタジオに来ております。こちらご覧ください。 JCM900 マーシャル JCM900 とこちらメサブギーのレクチファイヤーですね。今日はこの2台のアンプをご用意させていただきました。僕はですね、もともと現役時代から JCM900、 こちらですね、マーシャルの JCM900 が好きでずっとこれ使ってたんですけれども、最近ですね、ライン取りをするときに使うモデリングはほぼほぼってわけではないんですけれども、結構レクチファイヤーのモデリングを使うことが非常に多いですね。まあ、GT1 であったり、あと Zoom の MS50、 あと家で弾くときのマイクロキューブの R ファイヤーっていうチャンネルですね、あれもよく使っていて、まあ、最近あのライン取り家ではよく使わせていただいているかなっていうところでですね、まあ、音の違いをぜひとも皆さんに聞いていただきたいなというところで今回ご用意させていただいております。実際どんな感じの音かっていうのをですね、ぜひ聞いていただいて、まあ、スタジオ行った時とかライブの時とかにですね、まあ、参考にしていただけたらなと思っております。では早速鳴らしていきたいと思います。まあ、どっちもですね、結構ガンガンに歪ませてはいるんですけれども、まあ、JCM900、ジャリーンといってみましょうか。感じでですね、ハイもジャキッと出るようなところが僕は結構好きなんですよね。オープンコードで弾いててもなんか存在感がすごくあるというか、濁らないっていうところが個人的にはすごく好きですね。ではレクチ行ってみますね。感じでビジーッといって重い、もうなんかこのキャビネットから来る圧はすごいですね。あの虜になるのが分かるというか、聞いててもこう自分がすごく盛り上がってくるような重低音が出てきますね。で JCM 弾いてみます。行きます。というふうな感じですね。もうビジーッとズンズンズンというところが刻んでて気持ちいいですね。まあ、JCM の方はですね、刻みだとね、こんな感じになります。ですね、なので僕は JCM900 にいつもターボオーバードライブ OD2 ですねをかまして使っておりました。まあ、それですごくドライブ感が増してまた心地よくなるって感じですね。まあ、僕の場合結構ズンズン系のリフっていうのはあんまり弾いてなかったんで、現役時代は。という感じでですね、歪みというくくりの中ではですね、結構王道の2機種なんですけれども、それぞれに味があって、まあ、それぞれ特徴が全然違うなっていうのが分かっていただけたでしょうか。まあ人それぞれの好みかなという感じではありますね。ジャキーッと弾きたいタイプの人は JCM900 をおすすめします。ズンズンこうローで
行きたいっていうリフで攻めたい人はレクチですね。ぜひぜひスタジオとかで試してみてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。